冗談でしょ、うん、ついてきて、うん、まだまだ続くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。いらっしゃいませ。何名様でしょうか？4人です。ご案内します。ディズニーチャンネルオリジナルムービー。いい店だね。ありがとう。家族みんなでやってるの。彼女の夢は DJ になること。すごい面白い。でも私はいいの。家族みんなハッピーなら。家族のために帰らなきゃ。お店を手伝う日々。やっと帰ってきたか。パパ本当にごめんなさい。外出禁止だ。この店でこき使われるより青春を謳歌するべきでしょう。さあ音楽を探しに行って作り出すの。準備 OK。 最高のパフォーマンスで理想の自分に。自分のためよ。音楽を作りに来たの。ディズニーチャンネルオリジナルムービースピン、今日昼1時30分ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。立ち入り禁止だ。地下室で見つけた秘密の本から。なんで鍵なんかかかってんだろう。なんと開いちゃダメ。伝説のモンスターたちが飛び出した。ダメだ逃げなきゃ。狼男にゾンビまで。一気に捕まえよう。果たして彼らの運命は。グースバンプスモンスターと秘密の書、ご覧の時間で放送。ディズニーチャンネルムービー出発だ。ディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍。素晴らしい。スクルージおじさんに預けられたドナルドの甥っ子たち。いい子にしてるよ。ヒューイ。僕旅行が大好き。ヒューイ。これだこれだよ。ルーイ。あとは任せて。一番悪い子はルーイ。最強の三つ子たちとドッキドキの大冒険。それじゃ行こうか。ダックテイルズ、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。まだまだ続くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。破産じゃ。破産？待って、諦めるのは早い。閉鎖間近の博物館を救うため、伝説の石像を見つけ出せ。これで博物館も一躍有名。でもそんなバカな、巨大なんじゃないの。見つけたのは小さな石像と猿か。小さな猿。お手柄じゃやってくれると思ったよ。大きな石像と勘違いされ、町は大騒ぎ。記者会見をやるんじゃ君のな。真実を告げられず大ピンチ。おまけに猿も大暴れ。行事が君の悩みを解決してくれたんだよ。小さな猿の大きな計画スタート。いいぞジョージ。果たして博物館の危機は救えるのか。ジョージ。お猿のジョージ、12月4日土曜日昼12時ディズニーチャンネルムービー。ねえウォーリー。ウォーリー、ウォーリーはどこ。ここだよな。あのウォーリーがディズニーチャンネルにやってきた。魔法使いのおじいさん。に頼みがある。任せて。世界中へ魔法の鍵を探す大冒険。見つかるかも。さあウォーリーはどこから。そうここにいたよ。そうか。ウォーリーを探せ。日曜日朝11時から1時間、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。また会えて嬉しいよルカ。俺もだよサス。力を貸して。